今現在 N 番の中の構造はこんな風になってます。後ろに、冷蔵庫とそれから、水、室内は後ろにポータブル電源やそれから棚がついてます。そして、ベッドキットをつけてちょっと高くなっています。それから横、助手席側には、キャンプ道具を入れた引き出しを出し入れ、できるようになっています。まあ、ざっとこんな風な構造になってますが、まあ、今回問題は、もうあと1年で車検が来るということと、まあ、孫が今回来るということで、できたら3人乗れるようにしたいというふうに思ってます。それとこれに草刈り機の大型のものを乗せていきたい。ハンマーモアというんですけども、ハンマーナイフモアという草刈り機を、トラック代わりに積んだり下ろしたりしたいということで、ちょっと構造改造できないかなということと、それからここに、ポータブル電源があるんですが、まあ、寝るときに、ちょっと邪魔になるので、これもちょっと全面的に場所を考え直したいということを思っています。それからですね、もう一つ、ここの助手席側なんですけど、まあこれを倒して、この椅子をちょっと前に出すと、寝た時に、まあ、こっからここの幅の中にこう足を入れるんですけど、できたら、まあこことフラットにしてやると、まあこの部分が寝る時に広くなるということで、これをちょっと段を上げようかなと思います。そうすると、今ここに置いてる寝袋も、下に入れることができます。ただ、このスペースが空く分、荷物入れたり楽になりますが、今度は天井の方が狭くなってくるので、まあ、高さの問題ですよね、この高さ。まあ、この辺がうまくできるのかなということで、ちょっと今回やってみたいと思います。
とりあえず下にある邪魔になりそうなものだけ、全部下ろしました、下ろしてしまうとこんな風になっています。今デッキのところを下ろしましたけど、これだけの荷物が KN 版の中に入っています。たくさん入るもんですよね。はい、ここに後部座席のマットをしまっていたんですけどマットというか枕、出すことはないと思ってしっかりこんな風に留めてたんですが、もう一回出すことになりました。はい、しっかりしてます。はい、これで後ろの席大丈夫かな。で、シートベルトは出るので問題ないです。これね、いろいろ悩んでみたんですけど、後ろ元通りに戻して、あとここにポータブル電源を置いてたんですけど、やっぱ寝るときにちょっとこっちの人がこの上に電源あると鬱陶しいんで、普段はこの辺りに置いて充電して、寝るときは、ベッドの下に入れるということをちょっと考えて、奥さんこっちにいつも寝るんで、ちょっと奥さんファーストで考え直してみたいというふうに思います。で、ここは別のものの用途にちょっと変えていきたいと思います。そんな風でちょっと考えてきます。
この冷蔵庫の隙間なんですけど、まあ、若干ここが、まあ、出し入れするときに隙間が必要なので、ゴムマットを入れて、動かないようにしました。それで後ろはこんな風になってます。電源コードがあるので、電源のとこだけちょっと刻みを入れて、まあ、圧迫しないようにしています。はい、最終的に結論出しました。最初話していたハンマーナイフモアという草刈り機の大きなものを後ろに積みたいと思ったんですが、現在うち車1台とバイク1台しかないので、まあ、うちの奥さん昨年の1月に納車されて、まあ、1年しかまだ経ってないので、この車に草刈り機の汚れたようなものを積んでほしくないということなので、まあ、それはやめて、普段は4人乗りとして使うけども、車中泊仕様にする場合は、その場で買えるということで、まあ、これがどのくらいで車中泊仕様になるかというのをこれからやっていきたいと思います。まあ、後ろの方は、このままです。冷蔵庫とか水とかは入ったままで、このパネルも取りません。でシートベルトはこのままできるので、全然問題なく、これで車検も受かると思います。それではキャンピング仕様にしてみたいんですけど、普段ですね、倉庫にこういう形でベッドキットの骨組みの方は置いておきます。これを設置していくということで、どれぐらいでできるかやってみたいと思います。はい、それでは開始したいと思います。まずこれ取ります。とりあえずそしてシートを倒します。はい、骨組みはできました。
ベッド展開に、無駄な動きもありましたけど、5分あればできるということで、この形にしていきたいと思います。最終的にこの形に今回しました。で、今回 2,3 日後から孫が来るということで、普段2人乗りで1年間使ってきましたけど、ちょっと3人で乗るということで、とりあえずこうしました。で、今銀のマット下に敷いてますが、本田さんの方に足マット今日注文しましたので、明日か明後日もらいに行きたいと思います。それで、動画の中でもありますけど、後ろのシートを倒して、ベッドキットを組み立てるには5分あれば十分できるので、どっかへキャンプに行くときにはそのようにまたしたいと思います。それから後ろの部分ですけども、ベッドキットの下の冷蔵庫と水はそのままで、バッテリーのところをちょっと変えました。これ普段ちょっとした、お湯を沸かしたりしたい時に使えるように、それの関係のものだけここに、しまえるようにしました。それからとりあえず寝袋とか、どこに置くっていう必要もないので後ろへ積んでおくということにしたいと思います。またすぐに入れ替えれるようになっています。